どうも皆さんこんにちは、スナキピです。どうでーす。ちょうどこの今の声でかぶって何も聞こえなかったけどさ、まあいいや。はい、今回はこの3人でギャラスから噛んだギャラクシーウォーズやっていきたいと思います。イエーイイエーイ。はい、というわけで突然ですが、このゲームのルール説明をさせていただきます。最初にギャラクシーウォーズのロビーに入ったら、チームとキャラクターを選びます。ちなみに自分は今回、ナイトを選択しました。ナイトに使える武器は、以下の通りになっております。まあね、スターウォーズというジェダイやヨーダが使っている武器ですね。またビームソードは9機を使っているブーメランのようにね、投げることができます。目標を紹介したいと思います。反乱軍側は、緑のドロイドを守りながら進めます。はい、で帝国軍側は緑のドロイドを止めるっていうのが大まかなルールになります。勝利の基準としては、反乱軍側はドロイドをポイント D のゴール地点まで進めることが、反乱軍側の勝利になって、帝国軍側は、ドロイドを一定時間止めてポイント D まで行くのを防ぐっていうのが、まあ、防ぎ切ったら勝ちになります。マップのあちこちには NPC のトゥルーパーがいて攻撃してきます。はい、というわけでね、これなんていうの、帝国側じゃない方、反乱、そう反乱軍で今回やっていきたいと思います。あれ、なんかさっきこっちの方行ったんだけど、え、なんか早速ダッシュ使っちゃおう。僕が使っているキャラクターはチューバッカでございます。僕はナイトです。つなきピアノ、僕もナイトです。まあ、わかりません。ナイトだからジェダイだ。ナイトが正直一番使いやすいんじゃないみたいな。やばい、めっちゃ撃たれてる。オラ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 、やばいやばい、来たショットガンで応戦。あ、負けた。よし、まで行った。いいぞ。じゃ何キル、今8キル5です。5キル5です。8キル強いですね。本当に強っ。キル強いじゃん。やばすぎる。あのね、僕が使ってるキャラクターは9番使ってるキャラクター。なかなか結構進んできた。これ見えない、見えないけど、これ何も見えない。よし、開いたぞ、ラストのポイント D が。シャキーン、ほんとリアルだよな。倒した。991です。よく対応できるわ。俺は何も見えてません。今何も見えませんから。991です。991です。です、今反映されてねえよ、まだタブに。あの上にいるやつめんどくさいな。ほら、え、飛んでかないんだけど、当たらないんだけど、なんでだろう。まあいいや、やばい、透明人間が歩いてると思ったらさ、あれは何か。このさ、浮いてるやつ何なの、浮いてるやつ。あ、これはね、なんかトムトルーパーが偵察機として置くんだよ。ストームトゥルーパーってやつだけ使えるみたいな。なるほど。てか話した間にもうゴールしそうなんだけど。もう勝てそうなんだけど。タカシンが相手も2人しかいない。え、何打ち勝ったー。8キル1です。8キル7です。4アシストでしたね。はいはい、というわけでね、今回、ギャラクシーウォーズやりました。めっちゃグダグダになったんですけど、まあ、一応ね、この哲夫くんが、この横にいるこの気持ち悪い好きな哲夫くんがね、あれだったら、スターウォーズ好きだったんで、ちょっと今回便乗させていただくということで。それではね、最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。気持ち悪その顔。えイケメンでしょ。というわけで、哲夫くんのチャンネルは下に貼っとくんで、詳細欄に貼っとくんでね、ぜひチャンネル登録してあげてください。
だけで最後まで見てくれた方、ありがとうございました。また見てね。バイバイ。バイバイ。